最強ドラウンド VS ウーパールーパー100体。はいどうも皆さんこんにちは、リュウケンです。今回はですね、最強ドラウンド VS100 体のウーパールーパーということで、この2組の戦いの検証したいと思います。今ね、下にねいっぱいウーパールーパーいるんですけど、あいつらはこうドラウンドが入ってきた瞬間にもう敵対してすぐにね戦闘モードになるんですけど、まあ1対1だったら普通にドラウンドが勝ちます。通常のドラウンドがここに飛び込んだ場合はこうなります。はい、もうほんと打ち上げられちゃった。なすすべなく死亡。あんな感じで多勢に無勢なんで、まあ瞬殺されてしまうんですけども、最強ドラウンドであれば勝てるんじゃないかと思ったんでね、やっていきたいと思います。ちなみに最強ドラウンドのエンチャントはこんな感じ、ダメージ軽減とトゲ、これがねついてます。ちなみにネザライトの剣はダメージ経験5だけがついてます。ちなみにね、ドラウンドこれ頭ついてないじゃんと思う方いるかもしれないんですけど、これねこう見えてついてるんですよ、ちゃんと。ちょっとね若干見えるかな、ここのねこの角、ほら今若干色が変わったの分かりました？エンチャント特有のねもわもわって動いてるんですけど、それでちゃんと見えるんですよ。多分だけどドラウンド頭でかすぎて防具埋まってんじゃないかなっていう気がします。それでは検証スタート。じゃあドラウンド君、意気込みの方はどうでしょうか？もうオウムガイもね持ってバッチリだと言ってますね。なるほどね、よっしゃー、あの100体のウーパールーパーを倒してきてください。いってらっしゃい。さあいった、さあ100体のウーパールーパー VS 最強ドラウンド。こんな感じでね、さっきと同じように勝ち上げられてるけど、見てください、ほら下にどんどんとやられてるでしょ。これトゲがついてるから、攻撃された瞬間にこう追い返して、おー倒した倒した倒した、おー倒してる倒してる、おー倒してる、すごい。あーでも追い込まれてる追い込まれてる、頑張ってくれ。どうしたどうした、あーなんかもうすごいことになってるじゃん。どうした、出てきちゃう出てきちゃう、壁に埋め込まれてるでも倒してるちゃんと、すごいすごい。さっきは本当にねなすすべなくねやられてたけど、なんか逆立ちしてるよ逆立ちしてるよおーすごいすごい。で数が減ってきたらこんな感じでね、こう勝ち上げられるもね多分なくなると思うん で防御力も高いから、これはいけるんじゃないかな。結構減らしてる気がするけど、あんま変わんねえな。大丈夫かこれやばい、攻撃やめたなんか助けを求めてるような気がする。おい頑張れ頑張れ、逆立ち攻撃だ。あーやられた検証結果、最強ドラウンドでも100体のウーパールーパーには勝てないでした。やっぱ数の暴力はえぐい。面白いと思ったらぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。またやってほしい検証などありましたらぜひコメントに書いてってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでしょ、グッバイ。